さあ次回の金幕はこの方々が来てくださいました。はい、渚です。吉本が生んだ失敗作トロサーモンです。明るい失敗作の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。また呼んでいただけてすごい短いですね。ありがとうございます。5ヶ月ぶりないですよ、今の過去のゲストなんで。なんかこのスパンはないです。すごい波川にハマっていただいたんですか。光栄です。何かあったんですか、なんでこう呼んでいただいたんですか。前回来ていただいた回が、はいはい、こうしてすごいやっぱありがとうございます。もう育ちが出ちゃう。ありがたいですね。もうじゃあ遠藤さんの記録抜いたと。遠藤さんの回も良かったし。もちろんですよ、もちろんです。ね、しかもあの前回私たちが一緒に作った T シャツを今回は着て。ええわ、それずっと言ってる。嬉しいんです。毎回の告知でそれ言うてる。ええわ。お揃いが嬉しいって、またまた嘘になって着ていといけ。いやもう大概、もう大概分かってんだよ俺も。こういう感じでいいなっていう行為をこうしてくるけど、ね、急になんか合わへんくなった時、急にロンハーで女子アナが好きなタレントみたいなで、はい、俺が最下位でなんか文句言ってるみたいな構図なんねん。ようあれやなんねん。怖いねん。まあええねんけど、そんなも含め3人仲良くやってます。どんな締め方やねん。今回は渚さんが念願の玉野市でお宝探しをしております。はい、どうですか実際に。いや、ありがたいですね。玉野にもうプライベートで何回も来てるし、先月も来たので、うん、はい、この半年で言ったら実家と同じぐらいの回数で来てるので。もう実家やんか。実家なんですよ。玉野市が実家ってこと。実家です。はい、それこそ今日は渚さん行きつけのお店とかも教えてもらいましたもんね。そうでしたっけ。おすすめのね、いや、そうなんですよ、うん、それを見ていただいたら分かるんで、はい、ちょっと久保田さんはいろいろまた才能を発揮してくださったので、ちょっとお疲れもね、いろいろね、集中して脳みそ使ったんで。ありがとうございます。はい、はい、でも、もう次のことを考えてます。次何をしようか、次のそうですね、また次金箔さんに呼んでいただいた時にどこに行こうかっていうのを考えてるので、はい、次は玉野市で。まだまだ魅力ありますもんね。たくさんあるので、はい、僕も出してないカードあるんで、それを出したいんです実は。もう漫才も日本一取ったでしょ、はい、で、ラップも芸能界で1位取ったでしょ、はいはい、で、A も結構売れたでしょ、はい、売れましたよね、はいはいはい、最後のカード、ソフトテニスです。一応インターハイ出てるんで。すごいですよ、結果残してるんで。あ、結果出してるんで。金幕で披露してくださるんですか。対戦相手がいれば。テニスコートとかないですか。ちょっと探してみます。探しましょう。探してみます。はいはい、そうしましょう、そうしましょう。もう次決まりましたね。じゃあ決まりました、はい、テニス。テニスです。ソフトテニス。玉野市のテニスの王子様に。なるせいたいと思います。次回の金幕、ぜひお楽しみください。見てください。必ず。一番楽しんでるやん。あんだけ言ってるのに。7日の金幕は久保田さんと渚さんが念願の玉野市でお宝探し。渚さんおすすめ話題のホテル、来てもいいわやっぱ。絶品焼肉に舌鼓。光ってる光ってる。わ、おいしい。久保田画伯が渾身の作品を披露します。お揃いの T シャツにも注目です。7日夜7時放送、お見逃しなく。